はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらRB1 のオデッセイですね。こちらまあ2台あるんですけれども、実はですね、こちらの車が、左フロントフェンダーと左の前のドアがですね、ガードレールにぶつかってへこんじゃってるんですね。で、こちら、たまたまちょっと距離ののした、もう廃車しますよっていうですね、ドナーをたまたまですね、手に入れたので、で、側が全然距離も乗ってて、後ろのバックドアのガラスが割れてる以外はですね、だいぶ綺麗なんですね。ですから、このドナーの車から、こちらの車へとですね、部品を移植したいと考えておりまして、今からですね、バンパー外し、フェンダー外し、ドア外し、移植していきたいと思ってます。で、一個一個で長くなっちゃうと思いますので、バンパー脱着、フェンダー脱着、ドア脱着と3部作で作っていきたいと考えております。はい、それではですね、準備してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ちなみにですね、こちらダメな方のフェンダーとドアですね、ドアなんかもここもげちゃってます。はい、こんなだもんですから、板金塗装するよりも部品交換した方が早いと。それでこの車もだいぶそういうドナーが出てくるようになりましたので、今回は思い切ってドナーを手に入れまして、こちら交換するというような形でやっていきたいと思います。はい、それではですね、まずフロントバンパーの脱着からいきたいと思います。こちらですね、グリルを先に外すんですけれども、グリル一応ですね、他の動画で撮ってる動画あるので、割愛してもいいんですけど、一応ちょっと最初からやってきますね。はい、ここにね、クリップが4つありますね。こちらを取っていきますね。はい、これですね、クリップ外しなんですけれども、非常に使いやすいです。結構ね、クリップが外れなくてイライラすることね、多いと思うんですけどね、もうこれでちょっとバンバン取れるとすごく逆に気持ちいいですね。はい、バンバン取れないところもやっぱありますね。よ、はい、これで上取るとこれちょっとね、こう隙間が空くんですね。その隙間の空いたところ下、見ていただいた方がいいですね。ちょっと一回今カメラを目線を変えます。ちょっと一回止めます。はい、グリルをですね、ちょっとこう前にこう押すとですね、ここに1箇所、2箇所、3箇所、片方に3箇所ずつですね、クリップがありますので、こちらを外していきます。はい、ちょっとですね、片手だとできないので、もう一回ちょっとカメラ固定にしてやっていきたいと思います。はい、なかなかこれは取れにくいんですよ。はい、取れやすいやつと取れにくいのがやっぱね、出てくるんですね。はい、一箇所取りにくいですね。一番端のやつがちょっと取りにくいです。もっとパカパカ取れると気持ちいいんですけどね。はい、今片方の3つ取れました。よいしょ。はい、ラスト1箇所ですけど、簡単に取れるといいですけど。はい、一応クリップ的には取れました。で、逆に外すときですね、少しちょっとね、後ろに
後ろにやってあげるような感じですね。はい、こう下がこういう風にはまってるんで、ちょっとこう、まあ、あの後ろに押してあげる感じですね。そうすると、はい、このような形で、グリル取れました。はい、じゃあちょっと次行きたいと思います。次はですね、あのフェンダー、バンパーですね、つなぎ止めているここのですねプラスのネジがあるんですけれどね、こちらを外しますね。はい、ジャッキアップいたしまして、ちょっと一応下を少し見やすくしました。実際は別にあのジャッキアップしなくても外れると思うんですけれども、結構クリップとかですねボルトの点数がやたら多くてですね、あの外さなくてもいいのが結構あると思うんですけれども、ちょっとね、まあ適当に外していきたいと思います。それでは一度固定カメラにします。はい、逆側をねちょっとやってみて、なんとなく、なんですけど、こことですねここのボルトですね2箇所と、あとですね、ここのクリップですね、なこうとも友締めというか、あの下の土台まで、一緒に、くっついてそうなクリップですとかボルトですね、そちらの方を外していけばいいような感じです。ちょっとそこ、3点外したいと思います。あとここのボルトも外すっぽいですね。はい、それを外してちょっとチャレンジしてみたいと思います。はい、それではですねちょっとね外れるかどうかやってみたいと思います。もうねこの辺はね大胆にもうガバッとあのはまってるだけなんですね。はい、よっ、あよかった、下に下敷き引いといて、これで取れました。ここにソナーがついてるもんですからね、ソナーの配線だけ外さないといけないですけれども、下のボルト類は先ほどのような要領で、取れることが判明いたしました。それではですね、ちょっと処理いたしますので、またアグル変わります。はい、続きのですね、ドアの取り外しやっていきたいと思うんですけれども、実はもうここのところ雨続きでですね、ちょっとね、ドアの、外しをちょっとやめていたんですね。ですが、ちょっと今日は快晴になりましたので、ドアの取り外し、こういう時じゃないと進められないので、やっていきたいと思います。はい。それではですね、もうちょっとあらかじめクリップ取ってあったんですけど、こことここの箇所にですね、クリップあるんですけど、こちら、取り外します。これね、つけたままでもできるんでしょうけれども、邪魔なんで外しました。はい。でそれではですね、アングル変わりまして、ドア、内側行きたいと思います。はい、今ドアの、ね、内側の方を映しているんですけれども、実際ですね、こちらにあのハーネスがありまして、もう最近の車ですとね、もうドアミラーとかですね、パワーウィンドウとか集中ドアロックですね、大概ついておりますので、必ずドアの方に配線が行っているのが多いんですね。まあ、行ってないとすれば、4ナンバーのバンタイプで、助手席のドアにですね、電気物が全くついてないものっていう形ですね。でも大概ついておりますのでね、その処理をどうするかってことですね。ちょっとこれ外したんですけど、どうも車両側ですぐカップラーがあるわけじゃないので、このドアの内部で、どちらか切り離す必要があります。そうしないとですね、ドアを外れた時ですね、ハーネスをちぎって取らないと、切って取らないといけなくなっちゃうので、そういうのはしたくないので、カップラーをですね外していきたいと思います。ということはですね、ドアの内張りをですね外す必要があります。はい、ちょっとね、アングルちょっと下げまして、はい、こんな形で移していきたいと思います。はい、それではですね、ちょっとね、私も今回初めてなので、ちょっとやり方わかんないのでちょっと手探りで、まあここに、ゴム入ってるので、ここのゴムをまず取ります。それからですね、ここにもですね、なんかちょっとありそうなので、これね、精米同士みたいなもので取ります。はい、あやはりここにですね、プラスのネジが2本ありますね。はい、じゃあちょっとね、ネジを取ってきます。いや、悪いのが分かりますが、私はね、ちょっとね、動画編集できないので、いつもタカさんにやってもらってるんですけれども、まあ、あまりワンワンをしてるところはですね、カットして、早送りとか、
カットしてくださいって言っといてあるんですけれど、もしこのまごまごしてるところに映ってるようだったら申し訳ございません。はい、今ですね、一応外れるところ外しました。外れていくのかちょっとまだ分かんないんですけど、ちょっとまあ内張りをずっと外れるところを外してみたいと思います。どっかですね、手が入るところがあると思うんですね。いや、ないですね。ちょっと手が入らないので、はい、今手が入りました。はい、どうでしょう、これで外れてって上に上げて外れるかどうか。外れそうですね。外れました。はい、そしたらですね、カプラーが2箇所ありそうですね。はい、カプラーは1箇所でした。ごめんなさい。ドアノブのところですね。これちょっとじゃあカメラ、ちょっとすいませんね。手カメラでちょっと映したいと思います。はい、内側こうなっております。まずですね、パワーウィンドウとかの電気系がここに入っているので、このカプラーをですね、外します。すいません、ちょっと片手でカメラだもんですからね。開閉のですね、ロックですね。はい、よいしょ。ここはですね、パカッと外して、こうダマが入ってるんですね。ですからこれもですね、このように外してこれ抜くだけです。はい、あとはですね、下にですね、電気が来てますので、ちょっとこれね、片手カメラだと難しいので、ちょっと、一回カメラ外します。はい、最後に外したのはですね、この電球のところと、ここですね、クリップがついてます。こちらを外して、ドアの内張りが外れるようになりました。はい、こんな感じですね。結構大変でしたけれども、カプラーというカプラーですね、全部外しました。こんなにドアの中に電気が通ってるのかってぐらいですね、ありましたけれども、ここですね、すいません、これ全部外しました。これをですね、こちら、こちらからですね、抜き出して、ドアを外せば、外した後にですね、ハーネスがどうのこうのってことはなくなりますので、一度これを引きずり出したいと思います。はい、これですね、ドアの中から全部抜けました。カプラーとかね、大きいやつあるんですけど、必ず抜けるようにできています。はい。これをやらないとですね、ドアを、取ってもですね、これの処理に困りますね。はい、で、じゃあ次の段階行きたいと思います。はい、ですね、今ドアをね、これから外すところなんですけれども、ヒンジごと、ここを取ってヒンジごと外すか、それともですね、ここを取ってドアだけ外すか、これちょっとすごく悩み中なんですけれども、ヒンジ取っちゃうとですね、後の位置合わせがすごく大変そうなので、ドアを外すことにしました。こちらを外すことにしました。はい、で、今日一人で作業をやってますので、多分ドア重たくて刺さられないと思いますので、板金屋さんだったら専用のドアを保持する道具持ってると思うんですけど、自分持っていませんので。ただ昔友達、溶接屋の友達がですね、こちらミッションをですね、下ろしたりするのにって言って、セイターの壊れたやつをですね、改造して作ってくれた、このミッションの脱着用のですね、ものがですね、ちょっとありますので、これをちょっと応用してですね、ドアの保持にですね、ガクンと下がっちゃわないように、これを使おうと思っております。はい、ちょっとね、使い方はちょっとまたおいおい、あれなんですけれども、これちなみにですね、パンタグラフのジャッキがですね、2つついておりまして、ここナットですね、これを溶接してあってですね、これで回すとこう上に上がっていくような感じになってます。これが2つついてるんですね。そっか、まあ、これこの上に板乗せて、さらにドアを保護するようなウエストをたくさん引いてですね、
段ボールとかですね、引いて、ドアを下がってくるのを、防いで保持したいと思います。はい、ちょっとね、一人でやってるので、何分こういうの使わないとちょっと無理なので、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ドアのね、方を外す前に、ここね、外しとかないと、ドアがせっかく外れてもですね、ここ、後から外すの大変になりますので、ここをまず外しておきます。はい、ちょっとね、今、固定カメラできないもんですから、ちょっと外しちゃいます。はい、こちら外れました。はい、そうしたらですね、今度一回ドアを閉めてですね、ドアの方を外していきたいと思います。はい、ドアのですね、ボルトを外していきたいと思います。一発目緩めるときはこのギアがついていないブレーカーバーですね、こいつで緩めていきます。はい、緩みましたらですね、次はラチェットでいいですね。はい、下からですね、外していきます。はい、簡単に外れるのは外れますね。はい、はい、緩くなったら手でもね、外れると思います。最後の1個はね、多分ちょっと重くなると思うんですけど、あ、でももう硬いのは硬いですね。もう2個目ですでに硬いですね。いや、硬い。はい、これで2個外れました。で、3箇所目はこの下ですね。最後に一番上を残したいと思います。あ、意外と3個目は外れやすそうです。はい、外れました。で、4つ目ですね。これが外れるとですね、こちらが全然もう止める場所なくなりますので、ちょっとね、倒れてくるかもしれないので、少し慎重に片手で押さえながらやっていきます。外れそうですね。ちょっとさすがに硬いですね。手では無理です。外れました。よし。あ、取れましたね。はい。よいしょ。それではですね、ドアを外して、はい。よっ。はい、今、この上に乗りました。はい。危ない。よいしょ。ちょっとね、ドア重たいのでね、ちょっとなるべくこれ引っ張って、よいしょ、移動したいと思います。で、ちょっとね、ドアを保持できる場所があるので、そちらにちょっと移したいと思います。よいしょ。はぁ、なんとかなりました。はい、今、ガランドの状態ですね。はい。で、ドアの方はこちらにマットとタイヤを使って今置いてありまして、地面には直接はついてはおりません。はい、ちょっとね、一回止めます。はい、ここまでですね、やっときながらですね、途中で友達が来ちゃってですね、ちょっと長っ放ししちゃったもんですから、もうすでにこう夕暮れになってきてしまいました。こんな感じですね。で、明日ね、また雨が降るということでですね、せめてドアだけはこちらに交換したいなと思います。なのでですね、ちょっとスポットになりますけれども、こちらの方ですね、バンパーからフェンダーですね、分解してってから、ドアの交換までは、
こぎつけたいと思いますので、ちょっと動画の方が途切れ途切れになると思いますけれども、よろしくお願いします。はい、もう今すっかりですね、もう草木も眠る牛道時になってしまいまして、ちょっと他にも用事ができちゃったもんですからね、進めるのがだいぶ遅くなりまして、それでも一応ドアの外側だけですね、取り付けることができました。こちらがドナーの車で、こちらがですね、修理したい、直したい方の車ですね。一応ドアの方はつけたんですけれども、まだちょっとね、ハーネスはちょっとそのまんま、まだ外にダランと今なってますけれども、それでもですね、こちらの道具があったもんですから、比較的ドアの、重たいドアをですね、長い間持つことなく、できたので、それはちょっと良かったかなと思います。夢中でやってたもんですから、動画も撮れないで、このような状態になっちゃいました。はい。それではですね、ちょっともう少しこちらのハーネスなどを引き込んでからですね、また撮りたいと思います。はい。昨日はですね、一応こちら配線を中に引き込みまして、内装の方を取り付けました。はい。ちょっと内装を移します。はい。こちらですね。で、電気も通ってるのを確かめましてね、これで一応、作業の方、作業というかドアの作業の方は終了となります。もう全然もう睡魔に勝てずに、もう、ここまでやって終わりにしました。で、朝を迎えてしまったので、最後の最後に、締めの動画で、撮らせていただきました。はい、一応こちら、第3弾のドアの交換ですね、こちらの方はこれで終了となります。はい、その後、第2弾第1弾のやつですね、フェンダー、バンパー脱着ですね、そちらの方もやっていきたいと思います。はい、それではですね、フェンダーの方の取り付けですね、こちらやっていきたいと思います。はい、まずはだいたい所定の場所にですね合わせていきます。よいしょ。そうですね、落っこちないようにどっか一箇所ですね、止めときたいと思います。止めとくといっても仮止めですね、本当仮の仮でいいです。落ちない程度、何があってもこう落ちない程度にやっておけばいいですね。どちらかというとこちら側のドア側のところの方がですね重要になりますよね、干渉しないかとかですね。よいしょ。はい、ちょっとこの辺を合わせていきます。ちょっとねこの上から決めていきたいと思います。もう少し上ですね、こんな感じでしょうか。ちょっと前に出します。はい、それではですね、もう少し進めていきたいと思います。どうしようかと、ちょっとこの下を決めたいですね。はい、ここをちょっとやっぱり、仮止めしたいです。仮止め程度でいいですね。ちょっとまだ全然回ってないので、はい、もう少しちょっと回してあげたいと思います。後で本締めするとして、ちょっと今仮止めで、ここですね、ちょっとここはラチェットが入らないので、遠ミリのメガネでやります。
今イタラチェットが壊れておりますので、しょうがないので、スパナメガネでやっていきます。ちょっとここが非常にやりにくい場所にありまして、ちょっと時間がかかりそうなので一回カメラを止めます。はい、今一回ですね、下ボルトとかつけたんですけど、なこの辺のチリが合わなかったのでですね、ちょっと一回外しまして、ここら辺がやっぱり重要ですよね。もともとあった、後にちょうど行くような形で止めていきたいと思います。はい、で今だいたいですねそんな感じで収まったので、ちょっとドアの開閉がスムーズに行えるかどうか。はい、ここ位置が良さそうですね。そしたらですね、今度ここ止めていきますね。ちょっと順番を変えます。はい、ここ結構重要な場所となりますので、しかもですねちょっとやりにくい場所なんですね。できればもうここで位置を決めてしまいたいと思います。イタラチェットがあれば簡単に できるんですけど、ちょうど10ミリのイタラチェットが今壊れてまして、とりあえず手で行けるところまで行って、はい、こちらのですね、コンビネーションの スパナメガネですね、こちらの方でちょっと時間かけて回していきたいと思います。すいませんね、作業に時間がかかっちゃって申し訳ないです。ここでも一番、この位置決めの重要な、ボルトとなりそうなので、ここはちょっとしっかりやりたいと思います。まあ、増し締めまではしませんけれど、ある程度のところまで締め込んでいきたいと思います。手でも簡単に回るってことは場所がいいってことですね。はい、ちょっともうさすがに手じゃ回らないところまで来ましたんで、メガネ部分を使ってある程度ちょっと締め込んでいきます。はい、増し締めではありません。これである程度もう場所決めのボルトですね。はい、そしたら今度この下ですね。はい、やっぱ上が決まると下もそれなりのいい位置が出てますね。はい、それではですね、こちらもボルトをつけていきたいと思います。はい、まだねフェンダーの先の方がね自由に動けるうちに、ヘッドライトですね、こちらを取り付けしちゃいたいと思います。はい、ヘッドライトはこの3箇所ですね。ここ1箇所で、こちら1箇所で、こちらですね、こちら1箇所ですね。はい、はい、もうこれある程度固定しちゃいたいと思います。これですね、ライトの脱着しましたので、工軸がねずれてる恐れありますので、必ず陸運事務局なんかの近くにあるテスター屋さんとかデーラーさんで、工軸は一回見てもらってください。はい、ちょっとじゃあ、閉め増ししちゃいます。ちょっと一回カメラ止めます。はい、3箇所ですね、徐々に閉めていきますね。はい、一回止まるぐらいまで閉めます。で、こちらもですね、
それではですね、もうちょっと締めていきます。はい、グッとグッと。そんなにトルクかけなくてもいいですけれども、取れちゃうと困りますのでね。はい、それではですね、今度こちらのねラインに合わせてあのフェンダーを止めてきます。フェンダーのところにですね、こう塗装がネジで、ネジがかぶっていて塗装されてない部分があるので、なるべくそこをね一緒に合わせてあげるような形で入れてあげるとよろしいかと思います。はい、これもう少しちょっとね内側に行きたいですね。はい、手でこうある程度簡単に回るようだと、あの場所は悪くないと思います。はい、次はこちら、まあ、とりあえず仮止めで、構わないと思います。ちょっとうまく入らないようだとちょっと場所がね悪いとかっていうことになるかと思いますので、よいしょ。はい、それとですね、これも3箇所、こちらですね、もう1箇所がね。はい、それではですね、本締めじゃないですけど、ある程度締めてきて、でいきたいと思います。はい、だいぶいい位置に出てきてる感じがします。ここもさっきね、まだ仮止めというか、もう完全にあの止めるだけ、あの落ちないためだけの、締めだけしかしてないので、そちらも一緒に締めていきます。まだ本締めじゃないですよ。本締めはまだこれからです。はい、大体これでですね、ほぼほぼ、位置が出てると思うんですけど、この時にですね、最終的にもう一回ドアの開け閉めをしてあげて、問題がないか。はい、問題ありませんね。はい、それではですね、ちょっとあの増し締めしていっちゃいたいと思います。はい、はい、はい、ここはまだしっかり締めてませんでした。はい、はい、これでほぼほぼいい感じですね。ちょっと個体差もねあったりして、ちょっとフェンダーとのライトのチリとか、あのいろんなチリはですね、ちょっとここで、ある程度ちょっと合わせていければと思います。はい、フェンダーの方もですね、こんな感じである程度つきました。まああとここのねカバークリップがはまってましたので、そこをつけまして、はい、これはもう簡単に押すだけのクリップですね。はい、こちら OK で、あとここがねちょっとねはまり方が、ここにピン2つとここに、引っ掛けがですね何箇所かついてます。まずこちらあれですね、このフェンダーの沿いに沿って入れていくのが大切です。これ結構入れるの苦労しそうですね。ちょっとこれね一筋縄でいきそうもないので、
ゴムなのでちょっと押し込んであげるのがいい感じです。もちろんボディに傷つけちゃいけませんので、その辺は気をつけながら、はい、ボディ優先でこの中に忍ばせてきます。はい、こちらができてきたら、はい、あとここですね、クリップはめて、はい、OK、はい、これでここの処理も終わりました。はい、あとフェンダーね、あとここの箇所ですね、まだ増し締め、してませんので、こちら増し締めします。はい、ちょっとなんかね、おかしいと思ったらここちょっと違いました。ここは後から締めるっていうか、ここにもう一個プラのカバーがつくのを忘れてました。こんな感じですね。ちょっとこれもね、またすごい入りにくかったんですよね、さっきね。すいません、ここのクリップも一回ちょっと外して、この内側に入るようでした。ちょっともう一回ここを緩めます。はい、一つ一つのことあんまりおろそかにしちゃいけませんね。はい、このクリップはもう後でやるようにした方がいい感じです。ここちょっとね、入れるのが必要になりますのでね。ここがどうやって入るんだろう。ちょっと難しいなと思われます。よっこらしょ。確かね、取るときも少し抵抗があったような気がするんですよね。それでも、あ、いい位置に出ました。はい、はい、これでいいですね。はい、ではもう一回クリップをここ止めます。はい、でボルトはこのプラの上からですね、締め込む感じですね。はい、はい、もう一つですね、フェンダーの下をですね、止めるんですけれども、ちょっとね、ボルトが見当たらなくなっちゃったんで、一度カメラ止めます。はい、こちらですね、増し締めしたら一応フェンダーの取り付けは終わりですね。あとまあ補給的なものですね、ちょっと外したサイドステップですとか、こちらの、フェンダーライナーですね、こちらつけて終わりとなります。はい、一応こちらでですね、だいぶ形になってきまして、この第2弾フェンダーの取り付けまで、これで一応、動画の方は終了させていただきたいと思います。あと細かいところは今からやってきますけれども、はい、次はですね、最後バンパーの取り付けになります。とりあえず第2弾はこちらで終了となります。どうもありがとうございました。はい、フロントバンパーを取り付けしたいと思います。それではですね、やってきます。はい、本当はね、これも2人でやるとね、もうちょっとね、簡単にできるんですけど、1人でやる分にはちょっとどうしても手間取ります。はい、前よりもですね、まず横をですね、決めていきたいと思います。はい、もっと上ですね。ここ本当はまってるだけなんですよね、ライトの下ですとか、フェンダーの際とかですね、はまってるだけなんで、一応まず最初はいい位置出しを決めたいと思います。はい、
とここが一番大事ですね、どこにはまるかを。まずライトの下ですね、ここをちょっと入れていきたいですね。よし、はい、右側はね、いいところ来ました。次左側ですね。まずやっぱライトの下入れていくことが大事ですね。ちょっと広げ気味ですね。よいしょ。すいませんね、ちょっと大変な時はちょっと無口になってしまいますけど、勘弁してください。ちょっとね、多少強引なところもありましたけれども、傷つけずに、入れることができました。それではですね、横からですね、決めていきたいと思います。横はですね、このタッピングビス、まあ、錆びてますけれども、取り付けには問題ないので、そのまま付けたいと思います。はい、ここね、ほんとないと後ですっ飛んだりする可能性ありますので、ここは慎重に大事に取り付けしてください。はい、それではですね、逆の方も行きたいと思います。はい、そしたらですね、あとは下の方をですね、決めていってあげるような形です。すいません、ちょっとね、準備いたしますので一回カメラ止めます。はい、下はですね、やっぱりボルトが3箇所、ここ1箇所、牽引フックの前のところですね。それから、ここ3枚同時に止めてます。それから、ここですね、すいません、ここですね。それからクリップがここ1箇所で、あとずらーっと来まして、フロント側にですね、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですね。こちらがクリップ止めがあります。で、右側も先ほど話したようにボルト3本とクリップ1本ですね。そこで取り付けをいたします。はい、これね、ちょっと全部映してると時間がすごくかかっちゃうんで、また終わりましたら、映させてもらいます。はい、下側ですね、ボルトとクリップ全数止めました。もともとついてなかったところもあったりしたんですけど、部品取りから取ったようなですね、とりあえず取って使いました。まあ、部品取りどうもですね、そのままするわけじゃなくて、後で取り付けて、足りない部分は多少は、目をつぶって、組み立てるという形になります。はい、今度上に行きます。はい、グリルの方もですね、止めまして、一応全部組の方は終わりました。で、もう一回サイドですね、交換したフェンダーとドア、こちらのを見ていただければ、部品取りから取ったですね、綺麗な、ドアとバンパーがつきまして、
チリもそんなにねおかしくなく、大体こう合ってる感じですね。はい、これでですね、今までね傷ついてもう裂けちゃってたね友達乗ってたんですけれども、これで、やっとでまともに戻ったので、多分喜んでくれると思います。はい、一応ですねこちらバンパー編も終わりまして、一応3部作一番最初に外したのが一番最後にですね取り付けるのは当たり前の話なんですけれども、一応これで3部作、終了となります。長い動画ですねご覧いただきまして誠にありがとうございました。